つでも行けるぞ。あんたの顔のそれは一体何だ。ロドリをぶっ倒すために竜を呼び寄せた。さてどうだ、狼傑、戦う準備はできたか。号令をかけろ、アイバー、始めるぞ。死ぬには最高の日だ。門の守りは固そうだな。うちの奴らが荷車に油を積み込んでる。あの門をぶっ飛ばしてやろう。ロドリー、出てきやがれ。ここだ、骨なしラグナルソン。和兵が結ばれたというのになぜここに兵を率いて現れた。とぼけるな、クソ野郎。チェオベルトを殺して和兵を血で染めたのはお前だろ。わけのわからぬ言い訳はよせ、デンジン。お前が戦を仕掛けるならこちらは迎え撃つだけだ。俺の顔を見ろ、カラスの餌の王。を食い散らかす竜がここにいるぞ。くたびれ切った老いぼれが蛇の真似事をするとはな。話はもういい、アイバー。油の荷車と火の用意だ。ロドリを始末したら奴のすねの脂肪を引きちぎってパンをあげ。
カナンダベルベダワカ。随分貧相な竜だ。去った老木は倒れた。まだ生きてるぞ。ああ、
ちょっと考えがあってな。見せ物だ。覚えてるか？もはやただの哀れな肉塊だ。とどめを刺して終わりにしたらどうだ。いや、まだやることがあるんだよ。俺の中では決まってるんだ。場所も方法もな。行くぞ。わかった。さっさと終わらせよう。このデブをお前の馬に乗せて出発だ。死なせないよう注意しろよ。エイモル、ロドリって名前の腐った肉塊を忘れてるぞ。どこへ向かうんだ？偵察した時に見つけた高台だ。死を迎える王にぴったりの場所だぞ。アイバー、見せ物は必要ない。死なせてやれ。ダメだダメだ。こういうのは派手にやらないと。私はどうだ王様。しっかりしろ。ちゃんと自分の運命を見届けないと。おい、このヘルヘイムの爪め。俺は王を殺してきた。エラー、オスバート、エドマン、それにロドリが加わる。これほどの勝利を収めた奴がいるか。早く殺すな。悪いが口を出す立場にないんでな。いや。ああ、これからは壮観だろう。はや。ロドリ、聞いてるか？この不名誉の傷を晒してきた。この情けをかけられたという証を、ヒゲや街頭で隠そうともした。だがお前の名が広まるにつれ、これが勲章に思えてきた。王につけられた勲章にな。どう思う、ロドリ？なあ、でかい声で話しやがれ、この豚が。いたぞ。やつを連れてこい。こっちだ。奴をそこに運べ。頂上だ。死なせるなよ。早く終わらせろ、アイバー。見ろ、この飢えた刃を。さらに竜のお出ましだ。こいつの大好物といえば血のわしだ。アイバー、本気か？血のわしの誕生は圧巻だぞ、友よ。まずは肋骨をまんべんなく切って。俺が北の民だ。いにしえの英雄の真の後継者。アイバーの血のわしに本来の意味はない。ただ相手を苦しめるためだけにやってる。次に肉を引き剥がす。行いは意味を超えて生き続けるものだ。こ
その男の死の理由は忘れられる。だがその死に様は時を超え歌われることとなるだろう。善悪を分かつ霧は時と共に濃くなっていく。だが栄光は輝き続ける。ここに栄光は一つもない。生は醜い血にまみれた闘争だ。灰を取り出して翼のように広げ、これでマーシアのどこからも見える。もう十分だ。いや、まだだ。エイコル、俺たちの紡いできたサーガには壮大な結末が必要だ。今ここでな。すでに終えただろう。もうここに用はない。死ぬまで戦うんだ、俺とお前で。俺が勝てば俺は最強のバイキングになれる。お前が勝てばお前は武勇伝を手にする。あんたは戦に酔ってる。ここまでだ。哀れなチェオベルト、ろくに言葉も発しなかった。何、小僧に探検を突き刺したのは俺だ。バカな。小さな悲鳴だけを上げた。そして静かになった。あんたはどこまでわかるか。人は手を汚し試練に立ち向かい、時には友を裏切らねばならない。己が定めを果たすために。そして大殺しは永遠に語り継がれる。なぜ裏切った、チェオベルト。そうだ、息子のようなものだった。さあ戦え狼傷、誉れある死をかけて。これぞ人生だ、エイボル。高みでの戦い、バルハラが待ってるぞ。肩ならしだ。来いよエイボル。枯れてる。心がない混沌の嵐だ。心がないだ。待て、エイボル。お前に聞きたいことがある。何か言え。出なきゃ舌を切り落とす。お前の親父はバルハラにいるのか、オオカミキズ。それとも臆病者としてヘルヘイムで氷の涙を流してるのか。また騙されたな。よ
とみすんな。ヘルヘイムへ行け。エイボ。遺体はクワッドフォードに運べ。そこで最後の別れを。それとウバに知らせろ。弟が死んだと。
ああ、エイボル。またも暗い勝利の日になりました。司教、ウーバ。まさか、ブリトン人の手にかかって死ぬとはな。最後の時にはさぞ悔しがったことだろう。この和平さえなければ。私が殺した。お前が？和平が結ばれた後、アイバーはチェオベルトを殺し、その罪をロドリになすりつけた。戦をするために。どうやってそれを突き止めた？自分でそう言った。俺は常に真実を大切にしてきたエイボル。だがこれはあまりにも重い真実だ。弟は立派に死んだか？戦士として死んだ。栄光のもとに。ならば望み通りか。アイバーが死んだことで平和と静かな日々が訪れる。それは確かだ。あいつとはいつか必ずバルハラで再会できると信じよう。互いに斧を掲げてな。良くも悪くも自分を貫いて生きられたんだ。それ以上何を望める？あいつの生き様は矛盾してた。多くの行動は不可解で理解できなかったが、誰にも理解されない人間はいるものだ。あいつをちゃんと見送ってやらなきゃならん。火をかけるための船を用意しないとな。司教、アンハラド王妃にことづてを。王は計略によって殺され、それを行ったアイバーは命をもって罪を償ったと。ええ、できるだけすぐに。チェオウルフ王から知らせは？ひどく嘆いてることだろう。打ちひしがれたご様子でしたけれど、この州のことはすでに私が大主になります。シロップシャーはあなたの友人にして味方であると誓いましょう。私のこの息が続く限り。ありがとう、司教。神のご加護を、エイボル。あなたの行き着く先がどこであれ。戦の申し子よ。燃え盛る春芽に乗り、歌われし栄光へと船出する時だ。水面の風よ、戦乙女を伴い、かの王を英雄の館へと導け。アイバーは死んだ。そしてシロップ社は味方となった。ランビーと話そう。